アンディガトマンズアンディガトマンズはスイスにルーツを持つイスラエル人プログラマで PHP の開発と全土テクノロジーズの創業者の一人として知られている。ハイファにあるイスラエル工科大学出身で1997年に友人のゼーブス・ラスキーと共に PHP3 を開発した。1999年 PHP4 の中核である全土エンジンを開発し、 ゼンドテクノロジーズを創業。その後 PHP の発展に関与し続け PH、PHP 後開発にも参加している。なお、ゼンドという名称は、ガトマンズとスラスキーの名前を組み合わせたカバン語である。現在は、ゼンドテクノロジーズの CEO を務めている。2009年2月に CEO に就任するまでは、同社の研究開発部門のリーダーとして、 全製品の開発とオープンソースの全土、フレームワークや PHP デベロップメントツールズといったプロジェクトへの会社としての貢献を統括していた。全土の資金調達にも力を発揮し、Adobe、IBM、Microsoft、Oracle などとの提携関係確立にも寄与した。Eclipse Foundation の役員を一時期務め、Apache トウェア財団の名誉会員である。1999年には、 FSF フリーソフトウェア賞にノミネートされた。2004年には、スティグ・バッケン、デリック・リーサンスと共に、PHP5 パワープログラミングという本を出版している。2007年7月には、コンピューターワールド誌の4 0アンダー40、40イノベーティブ ITP プルスウォッチ、アンダーザイ h e e 40という記事に取り上げられた。ありがとうございます。